どうもこんにちは、しゅんじです。今日はこちらを買ってきました。乗り物コレクション23箱買ってきました。こちらラインナップ全6種類になってまして、働く車のプルバックミニカー、車を後ろに引いてから手を離すと走り出すタイプですね。中にね、こういう感じで、この箱の中には5番高速パトカーの A、B どちらかが入ってます。こうやってね、何が入ってるかわかるんですね。くるくるーと回しまして、今回でしたら、5番高速パトカーまではわかります。ただ A か B どっちが入ってるかはわかりません。それでは早速中に何が入ってんのか見ていきたいと思います。これは楽しみですね。ではまずは4番の観光バス、高速バス、どっちかが入ってるやつ見ていきますね。さあ、どっちのバスが入ってるでしょうか。じゃっじゃーん、リリリリーン、おお、こっちが出てきましたか。はい、中にはですね、こちらのガムが入ってました。また後で食べたいと思います。4番はこちらが入ってました。デデーン、近鉄バス。うわー、僕的には嫌いじゃないですが、ハートバスがやっぱりちょっと欲しかったですね。でも可愛いですけどね。はい、見ていきますね。おー、可愛いですね。近鉄と書いてます。はい、上はこんな感じで、底面はこんな感じになってます。あ、ホイール結構細かい感じで作られてますね。で、遊ぶ時はプルバックミニカーなんで、下に置いて引っ張って離すとピュー、こんな感じで走ります。おお、はい、まず一つ目、4番は近鉄バスが出ました。では続いて5番の高速パトカー見ていきたいと思います。高速パトカー、首都高速か阪神高速。当然ね、僕は阪神高速ね、地元なんでこっちでしょう。と思うんですが、あ、首都高もまあどっちでも嬉しいですね。行きましょう。さあ、どっちが入ってんのかな？でででで、ん、あれ？あ、袋から出ちゃってますね。でででで、ん、おー、なんと出てきたのは地元の阪神高速の高速パトカーが出てきました。やったー。かわいいですね。これは、何になるのかな。車ランクルになるんですかね。あー、かわいいですね。くるくる、あ、ランクルですね。この形はくるくると回しまして、こちらここにね、ギミックがついてまして、天井の標識装置が稼働します。こんな感じです。でってでーん、首都高のやつやったら徐行って書いてるんで、もっと可愛かったと思うんですね。書いてくれたらよかったですよね、こっちにも徐行ってね。5番の高速パトカーは阪神高速でした。さあ、それでは今回最後になります、6番のパトカー。パトカーは無線警ら車、神奈川県警と、B がね、交通取締四輪車、北海道警察、どっちかが入ってるんですが、でもどっちも可愛いですね。いきまーす。でりりりん、何かな、何が出るかな、ガムガム、あー、これか。はい、こちらね、パトカー出てきました。どこのでしょうか。でででで、ん、北海道警察。僕ね、行ったことないんですが、行ってみたい場所ですね。うわー、嬉しいですね。はい、フロントからね、くるっと回して見ていきます。はい、横にね、北海道警察と書いてあって、
後ろはこんな感じですね。かっこいいですね。なんか改造車みたいな感じですね。くるくるっと回します。上のねパトランプのところはこんな感じで作られてますね。かわいい。ツイッターでもね北海道の方よくいらっしゃるんで、よかったらぜひねこちら乗り物コレクションパトカーね、北海道警察ねぜひ狙ってほしいですね。そういえばさっきねこちらの高速パトカー走らせてなかったんで走らせましょう。これはすごい勢いで走りそう。ピュー、おー、いいですね。次はパトカー北海道警察行きます。ピュー、おー、すり抜けていった。こうなったらもう近鉄バスがあそこ行きますよ。ピュー。はい、今回は乗り物コレクション24番5番6番の3箱開封してみました。中に AB どっちが入ってるのかわからないっていうのがちょっと楽しかったですね。次の乗り物コレクション3はどの車種がラインナップに選ばれるのかすごい楽しみです。それでは今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまたねー。